自由党小沢一郎が大出現、日本を誹謗中傷、本日、自由党の小沢一郎さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました、美しい国へ、ネット上に他国民に対する醜いヘイトが満ち溢れる国、総理と周辺により公然と公権力が乱用私物化されている不公平、不公正で不公平な国。 基地問題を問う県民投票を妨害しようとした上、明確な民意が出たら、今度は完全に黙殺する非常の国、一体どこが美しい国なのか、総理には説明する義務があるとなっておりまして、この、満ち溢れるという表現、いっぱいになっているという意味なんですが、日本のネット、を開いただけで、ヘイトなんて表示されませんので、最低限ですね、ヘイトは満ち溢れておりません。 また、小沢さん、安倍首相が、公権力を乱用私物化していると断言しておりますが、散々ですね、自由党を含む小沢一郎さんを含むおかしな野党が、国会で森友学園だ、加計学園だとデマを流して、何がわかりましたか年単位であっても、何も出てこなかった。安倍首相は単にデマを流されていじめられていた。それが分かっただけであります。 また、沖縄の県民投票について、明確な民意が出たと主張しておりますが、そもそもあの県民投票、何の法的拘束力もなく、意味合いとしては街頭で行っているようなアンケートくらいのものであります。そういったものに対して、意味のないですね、アンケートに対して、いちいち政府が反応しなければいけないのであれば、それこそ、国会の選挙、 衆院選、参院選の意味がなくなってしまい、国民主権が侵害されてしまうんじゃないでしょうか。本当にですね、こういった発言、小沢さん酔っ払って書いたのかなと心配になってしまうような内容となっており、このような人物がですね、政党の代表を務めていること自体、恐怖してしまいますし、また、この自由党、 現在、日本共産党というのを隠して、衆議院の大阪12区補欠選挙に出馬している宮本武さんを支援しております。もう、このような国民を日本を侮辱し、デマを流すことしかできない、日本の政治を妨害することしかできない、おかしな野党は、 最低でも国会には、日本の政治には必要ありませんので、皆様、今後行われるすべての選挙では、自由党などおかしな野党には絶対に投票しないようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました